ペレットもチモシーも野菜も何も食べんかったんですよ。ただ胃腸が動き出して大小合わせて370個ぐらいにしてました。そう、だからね、動いてなかったんですよ。50っておっしゃってましたね、はい、であの昨日お預かりしてから今日の朝まで370で、まあ栄養補助としては、まあ5g を2回かな、うん、なんとかやれば食べてくれたんでね。で、まあ今日ちょっとまた胃腸を動かすようなお薬をちょっと打って1回だけ 5g 食べさせました。でもうこれが何時だったのかな、9時半ぐらいかな、はい、こっちやろ、でこれ使ってね。で、じゃあここで最初ねやり方をちょっとご説明して、で変わってやってもらうと、まあ、や YouTube で何度か見てたんですけど、まあ、やってもらうのは、まあ、呼吸を気にしてほしいんですよね、はい、呼吸が苦しそうになったらちょっと休むかもうおしまいになっちゃうんだけど、でまあ3分から5分やってもらって、 そこまでですね。あんまり長いことこう無理やりやってると苦しくなっちゃいますんでね。はい、じゃあ出して、向こうそこにもねチンチラがいるんですけどね。でもその子は病気じゃなくてホテルのチンチラさんなんでよく食べます。はい、じゃあ一回止めますね。